はぐれでアカンスワローズ、回り込まれて魔人斬り負け、うんち。あ、終わった。ダメに戻ってるな。わあ、赤羽もこいつもマジでねえわ W。負けたマッサイスニードと7回だな今日は。丸山は直球打てないという誰もが知ってるデータがあるからね。追いつかない程度の反撃。阪神がエラーしないと勝てない。1点差高津ゲームやん。まあ頑張った方やろ采配と潮見が悪い。どう見ても当たる気しないもんだ完全に振り遅れ。まあしゃあないか最後回打線からの割に楽しませてもらったわ。思ったより抵抗したから楽しめたわ。赤羽に代打出さなかった時点で負け負け。完全にベンチワークの差で負けた試合だったな。自分に甘くて他人に厳しい人間になったな高津。地球と長打がない選手は急降下する絵に描いたような渡来曲線だな丸山も。何気に赤羽と全く同じ内容初球の変化球にビビってストレートに振り遅れる。競り負けたのはやはり中継ぎ力の差で失点の有無はでかい。ロッテちゃん何気に7連敗か。別に采配のせいで負けたとは思わないわ。むしろ塩見いい加減にしろだろう。ご視聴ありがとうございました。